は続けとベンチャーを忍んで公演においでいただきありがとうございました。本日ご来場された方には若い方がたくさんおられます。もちろんのことですが、英子さんにも若い時代がありました。今から41年前になります。1970年昭和45年、鈴木英子さんは明治学院大学社会学部2部に入学されました。私も同じ時に入学しましたので同級生でございました。英子さん、昼間仕事何やってんの？まあ2部ですから昼間仕事して夜は大学に通うということでございまして、英子さんは私に名刺を渡してくれました。見ますと日本 IBM 藤沢工場ソーシャルワーカー鈴木英子と書いてありました。昼間は IBM でソーシャルワーカーとして仕事をされ、そして夜は東京の白金にあります明治学院大学に通う。当時は社会福祉に熱心な方でありました。また藤沢では芝居をやっている。私も学生芝居やってましたので共通点ございました。どんな芝居やってるの？当時は舞踏が脚光を浴びておりまして、英子さんは舞踏をやっていたということでございます。その後ずっと生活と舞踏と一生懸命やってもらいました。英子さん、れんちゃん、我々にもっと頑張れ言ってください。ありがとうございました。Yeah!
아.